こんなの平気よ。ソーマこそ軍師のお勉強ばっかりでしょ。疲れてない？着物が土まみれよ。ほら、立ってる。村の人たちに怪我がなかったのは良かったけど。結構なあれよね。こういうのをなんとかするのもソーマの仕事なの？まあお父さんがなんとかしてくれるわよね。そうだ、すごいどうでもいい話だけど、昨日中庭であった騒ぎ知ってる？おかしかった。あ、知らないならいいのよ。あれは見なきゃわかんないし。どうしたのよ、ため息なんかついて神経臭い。疲れた？誰か！ソーマ、行くわよ。やめてくれ！うるせえ、邪魔だ！どけ！いやー！さっさと歩かねえか。世話かけさすんじゃねえ。助けてー！ああ？汚い手をその子から離しなさい。助けて。俺は大丈夫だ。それより娘よ。よくも島津の領地で好き勝手してくれたわね。え？なんだこの娘は。誰だお前。島津義弘。はあ？島津義弘だって。これが聞き間違いなんじゃねえの。こんな娘っ子が鬼始末なわけねえだろ。イカれてんのか。かわいそうに。助けて。それは戦って
自分の身で確かめてみるといい。上等じゃねえか。おめえも売り飛ばしてやる。そもその子、うわあ！来なさい。こんな小娘が鬼しまず。いや。島津の領地で好き勝手はさせないと言ったでしょ。いてえよ、いてえ。その程度の腕で私を倒そうなんて千年早いわ。さま、さっきの子は？大丈夫？ありがとう。そうな、あんたって結構強かったのね。見直したわ。お勉強しかできないのかと思ってたけど、私も油断しちゃったみたいでごめんね。そう？ありがとう、さま。
島津様、ありがとうございます。ありがとうございます。そんな、領地を守っただけよ。本当にありがとうございます。ありがとうございました。こんなことでお礼なんてわざわざ言わなくてもいいのよ。そうだ、みんな手伝ってくれる？